VTR。 ダビデ様初めての地上波テレビ出演、さらに九州初上陸、若鷹軍団福岡のテレビに出演しました。ふぅどうも、既成概念を超え、ジャンル不問で若道行く活動をしております、ロック系文筆家、異端児マルチクリエイター、ロックボーカリストのダビデです。はい、というわけで、福岡 RKB 毎日放送のただいまという番組にね、出演させていただきました。ダビデ、九州初上陸で、九州初のメディア出演です。さらに、地上波初なんですよ。人生初の地上波テレビ出演もね、しました。オッケー。まあ、厳密に言うと、地上波テレビ初出演は、東京 MX テレビさんでも出てはいるんですけど、それは楽天の CM に出演した時の密着映像が流れたっていうことで、まあ、スタジオとかそういうなんか、その、まあ、お話ししたっていうものではないので、で、その時でまあ、その、さらば青春の光さんがね、僕のことにいろいろ突っ込んでくれたりとか、してくれたんですけど、ただ僕自身は喋ってもいないし、まあ、密着映像が流れただけなんで、まあ、今回が、まあ、福岡でのテレビ出演が、まあ、ちゃんとした形での、初出演かなと思いますね。子供の頃から見ていたゴリケンさんともお会いできたし、僕の特技も披露してますから。ではこれからね、実際放送された番組のね、映像を見てほしいんですけど、その前にね、さっき楽天の CM ってちょっとチラって言ったんですけど、詳しくちゃんと言うとね、楽天の CM の新宿駅のサイネージ動画広告の8面パネルの CM にですね、僕出演しまして、はい、その様子をね、少しこう、まあ、別の動画でもやってるんですけど、まあ、一応そこは概要欄に書いておくんだけど、少し様子をね、見ていただいた上で、本編の方にね行ってほしいなと思います。もうすぐパッて行くんでね、よろしくお願いします。はい、このようにね、新宿駅東口の柱のところのね、映像パネルに8面流れてました。それではね、ちょっと関連する話があったので、少し前振りが長くなりましたが、僕のね、初のテレビ出演、ぜひご覧ください。火曜特集、みんな爪出していこうぜ。今回も個性豊かな爪の皆さんが登場します。いろいろ人生いろいろということで、まあ、博多駅でね、偶然に出会う方々を取材してます。誰ですか？ワールドクラスのダニエルです。VTR 見ないという選択肢ないでしょ。見たいですか？やっぱ見たいです。しょうがないな。じゃあご覧ください、どうぞ。カリスマ目指してます。ちょっとなんか変わった人いいですか、どうぞ。何だろう。どうも YouTube 登録200人を誇る、 Twitter 200人、インスタ400人を誇る。少な誰ですか？文筆家、クリエイター、アーティスト、ワールドクラスのダビデです。ダビデですか、はい、ワールドクラス、はい、どういうことやってるんですか？本書いたりとか、YouTube、音楽、ライブ配信、あと、まあ、いろんな自分で映像撮って素材、そういうことやってます。クリエイティブなことをやる。一応日本大学芸術学部、受け取ってて、フラフラ33ぐらいになった。33、はい、なんか特技とかね、今見せてもらえるようなことを探してるんですけど、なんかサクッとできるやつなんかある？君が代をミュージシャンモノマネで歌う。またちょっとデリケートな。そうですね、デリケートなではあります。何ですか？いや一緒にやって。誰で歌うの？ランクアシェルハイドさん、河村隆一さん、稲葉さん、清原さん、こんな4人も出てくるんですか？すごい。まあ、確かにアーティストの方が歌うこともあるから、君が代を歌ってるっていう。まずは、ハイドさん、はい。君が代よいざ治療に、稲葉さん、治療に、清原さん、さあさあ、後ろが
全部してないか。違いが分かんない。全部違いが分かんない。違いがもう音域のっていうかテンションの入れ具合。テレビの時、子供の頃テレビ見てゴリ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 ケンで見てた。あ、おおおし、マジで。すごい面白いと思って。ありがとうございます。ゴリケンゴリケンって一日で俺ずっと小3くらい言ってくれてたんですけど。うわ嬉しい。でもまさか違いが分かんない。ちょっと違いが分かると思ったらなかったかな。せーの。滑らしていこうぜ。で川村さんもう一回、はい、フランスフレーズ君が言ってもらっていいですか。君がはずさんはずさんはずさん君が違う そこは合ってない。俺いつも練習してるんで。え、練習してるんで。あ、そうなんだ。一緒に聞こえるんですけどね。じゃあもう一回、じゃあその最後その、はい、もう一回その清原さん、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 稲葉さんが、ヤーフラーフラー。あー、違う違う違う、ちょっとちょっとね、チロニー。誰も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 。一応なんか子供の頃僕のなんかそゴリゴリを見て、そうそう、朝番組に出演してるのを見てたんです ね。それを見てこうなったとし、ま、してしまったとしたら申し訳ないと。でも前向きでですね、こういろいろ出るということですよね。あとはあのヒューマン日芸文芸学科出身、楽天グループ CM 出演、地上波テレビ出演、書籍出版、文筆業、評論、音楽、アート、創作表現、デザイン、エンターテインメント、ライブ配信、メディア、CM 出演、その他。既成概念を超え、ジャンル不問で我が道を行く。ロック系文筆家、異端児マルチクリエイター。ダビデ。フォロー、そして活動の一覧は QR コード、コメント欄やプロフリンクからアクセス。愛してるぜ。ご覧いただきありがとうございました。ダビデです。これをご縁に末永くご愛顧ください。愛してるぜ。